私あると思うんです。ですから新規の政策をもっときちんと増やしていくこと、そしてこれが本当に効果が出るものであるかどうかをきちんと実証しながら検証しながらやっていくことが大切だと思いますし、それから特に今回はね、これだけ本格的な支援をやるんであれば、長い間無業だった人だとか、そして引きこもりになっている人たちだとか、こういう人たちにどこまで本当に手を差し伸べられるかが大切だと思っています。だからそれを我々、私一人の国会議員 の立場としても、国会の場で、委員会の場で、さまざまな場で政府に話をしながら、ぜひ政府がそういう政策やってもらえるようにね、政府と話をしていきたいなというふうに思っていますし、でやはりこの苦しんでいる人たちがね、やはり生活困窮から抜け出す、そして結婚まだできてない人もいます。それから子供を産め、まだ作れていない人たちもいます。こういう人たちが生活の困窮から出して、結婚やできて、そして将来的にも十分な年金が受け取れるようになるような政策をやるんであれば、そこまで見据えた政策をこれから国はしっかりやっていかなければいけないと思いますし、そのために私も一人の国会議員として頑張っていきたいと思います。今日はもう結成集会ということですので、ぜひ皆さん、今日マスコミの人の方が多いんだろうなという感じと思いましたけれども、ぜひマスコミの皆さんも今ちょうど焦点当て始めています。ですからマスコミの皆さんもこれを紹介していただいてですね、ぜひ国民的な議論の中でこの世代の人たちが大いにこれから活躍できるような、そういうような、社会を作っていくように皆さんも協力していただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて、メッセージをいただいております参議院議員、吉川沙織議員、立憲民主党、吉川沙織議員からメッセージをいただいておりますので、読み上げさせていただきます。はい、兵庫県と結成集会のご盛会、誠におめでとうございます。私は参議院議員として2007年の初当選、初質問時から就職氷河期世代の一人として、この世代に政治の光をと12年間一貫して訴え続けてきた唯一の国会議員です。この間、氷河期の中心メンバーである小島、私は事務局ですので、代表は増山さんとなります。はい、連絡が私だったので小島さんと言っていただいたと思うんですけども、小島さんと共に超党派で、就職活動の在り方を提起する院内集会を開くなどの活動もしてきました。自己責任の名のもとに当時一切政治の光が当たることのなかった就職氷河期世代の問題が12年間国会で地道に訴え続けた結果、ようやくクローズアップされるようにはなりました。しかしながら、ここからが本当の正念場とも言えます。政治の光を必要としている当事者に届くよう、施策の在り方、方向性をチェックしていかなければならないからです。私は就職氷河期真っ只中に就職活動を経験しましたが、偶然にも運と縁と巡り合わせに恵まれただけということを強烈に自覚しています。だからこそ2007年、30歳で国会に議席を預かって以降、同じ思いで取り組み続けることができたのだと思います。私にとって就職氷河期世代の問題はライフワークでもあり、政策課題です。これからも国会で訴え続けていくとの強い決意をとともに、氷河期ネット結成集会に寄せてのメッセージとさせていただきます。2020年1月10日、参議院議員吉川沙織と、吉川総理からメッセージをいただきました。ありがとうございました。はい、今日は秘書の方にもお越しいただいています。どうもありがとうございます。はい、続きまして、前回、参議院選挙で、立憲民主、失礼しました。令和新選組から、立候補されました、渡辺照子さん。よろしければ一言。皆様こんにちは。ご紹介いただきました、令和新選組の渡辺照子と申します。ご紹介いただきましたように、昨年の夏参議院全国比例区から出馬をいたしました。
その時に令和新選組として掲げたポリシーというのが、庶民による庶民のための政治ということでございますが、これは取りも直さず、今回形成された就職氷河期の方々を含めたまさに当事者による当事者のための政治ということに他なりません。実はですね、私の息子、この今月39歳、まさにロスジェネ世代なんですね。で、ロスジェネということだけではなくてですね、私シングルマザーでございますが、本当に貧困の世代間連鎖ということも影響しておりまして、私も元派遣労働者でしたが、私の息子もですね、なかなか正社員の職に就くことができずに派遣労働者として職を転々としております。この派遣というのは3年ごとに働く場を変えなければいけないという法律に2015年大幅に派遣法が改悪されてしまってなった状況でございますが、その大きな雇用改正改悪の中の渦にロスジェネ世代の方々が本当に多数巻き込まれているんだと思います。ということはですね、私や私の息子のような問題は決して個人的な問題ではございません。これは広く社会的な問題だというふうに強く認識しております。先ほども結成の提言としておっしゃられたように、自己責任ということが強く今問われておりますが、政治家が自ら自己責任を言うということは、これは政治家が本来の責務を放棄したということに私は他ならないと思っております。たまたま生まれた時代が就職氷河期であったというだけで、就職戦線において非常に厳しい局面に立たされ、大学卒業、高校卒業、いわゆる日本は新卒プレミアムということがありますけれども、その段階で大企業の正社員に就くことができなければ、その後の職歴というのが非常に厳しい。一回派遣労働者になったら次に正社員になることは極めて難しいという、こういったこのやり直しの効かない硬直した雇用状況っていうのが本当に何とかしたい。で、その硬直した雇用状況の最大の犠牲者が就職氷河期の方々であったのではないかというふうに思っております。厚生労働省が行っている労働政策審議会、これは本来 ILO が決めている三者構成に基づいて行われるものですが、三者構成というのはご存知のように、企業側、使用者側、そして労働者側、労働組合で、その間の、効率な、学識研修者の方々、この三者によって構成される中でですね、雇用法制をどういうふうに構築するかということが話し合われるということが ILO でも決められていますが、この間ですね、そういった三者構成でも決められている労働政策審議会以外の審議機関、諮問機関において雇用法制が大幅に決められてしまっている、変えられてしまっているという状況があります。労働政策審議会の中でも大手の企業のを母体とする労働組合の代表の方々しか、その参席が可能ではないということになると、こういったロスジェネの方々、非正規である未組織労働者である方々の声は一体どこに届けられるのかということを常々考えておりましたが、今回増山さん方皆さんのご尽力によって、やっととうとう素晴らしい当事者による当事者のための団体ができたんだというふうに思っておりまして、私は今回のこの形成非常に意義深いものだと思っております。令和新選組もこの間おかげさまで多くの方々の支持を得ましたが、その中のほとんどがやはり非正規労働者、ワーキングプア、そしてロスジェネの方々です。そういった方々の当事者の声をいかに具体的に実効性あるものにして政策に反映していくか、これは我が党の大きな課題の一つでもございますので、今回の皆さん方のお取り組み本当に敬服しております。一緒に取り組まさせていただきたいと思っております。
今回は本当におめでとうございます。ありがとうございます。紹介をさせていただきたいと思います。氷河ケネットどういう活動をしていくのかということなんですけれども、3つあります。まず世代間の機会の不平等や待遇の格差に関する、研究や調査を行う。それからイベントの開催や各種メディアを活用した啓発活動を行う。3つ目が研究調査の結果や当事者の声を参考に行政に対する政策提言を行う。この3本柱でやっていきたいと思っています。でその行政に対する、政策提言なんですけども、実はもう結成前にすでに、これがきっかけで氷河ケネットを結成しようという話になったんですけれども、その結成した時のその政策提言のですね、様子をですねちょっとまとめた資料がありますので、それをご覧いただきながらですね、代表の増山が、この時の状況についてお話をさせていただきたいと思いますので、写真を撮りますね。すいません、ちょっとプロジェクターの準備がありますので、その間も私がちょっとお話を、させていただきます。こちら の内閣官房就職氷河期待支援室への申し入れの記録という、こちらのペーパーがあると思いますけど、こちらをご覧いただきながら話をさせていただきたいと思いますけれども、はい。はい、我々はまず5つ提言項目を掲げました。1つ目が、特定求職者雇用開発助成金の